期間無月経月経が止まってしまうとまあ、卵巣から分泌される卵巣から出てくるまあエストロゲンという女性ホルモンがもうずっと長期間低い状態になります。エストロゲンというのは骨を強くする働きがあるので、骨粗鬆症になってしまうという問題があります。で、二十歳過ぎるともう女性の骨密度っていうのは減っていく。一方なので、高齢期になっても一生骨と少症を抱えてしまって、骨折のリスクがある。 骨密度のフォローだけで通っている選手たちはやっぱりたくさんいます。そういう選手たちはやっぱり十代のうちに早くこういう問題を知って無月経を防ぎたかったっていう選手たちもたくさんいますね。もう二十代から多分もう三十年、四十年ずっと通院して骨と少々の治療薬を飲まなきゃいけないのでもっと早く知りたかったっていう選手たちはいますね。やっぱりその最大骨量を獲得前の十代でいかにそれを予防してあげるかっていうことがまあ重要。 私がこう診察してるとやっぱり正常を知らないいいいのでで異常常に気づいてななたちすすごく多いんですね例えば正常な月経周期知らない無月経が何ヶ月以上月経止まったら無月経なのかも知らない初刑何歳で来るのかも知らないやっぱり学校できちんと正常なあの正しい知識を教えてあげる周りが相談しやすい環境を作るとともにやっぱりあの自分の体なので自分からきちんと異常っていうのを周りの大人に伝えるっていう。 こともやっぱり一緒に教育していかないと自分の体のことなので異常は自分からきちんと伝えるとかっていうことも並行してやっていかなきゃいけないと思いますの、ね、やっぱり正しい知識を知って自分で異常だなって感じたらまあすぐ相談する誰かからこうスクリーニングしてもらうのを待ってたら手遅れになることもあるので女性だけね発信したり女性だけ頑張っても駄目でやっぱり男性も一緒にやっていただくっていう。 いうのがやっぱり重要かなとは思いますね多分男性特有の問題も絶対あるはずなんですよいつまでもまあ女性女性っていうのは多分なくなっていくことが多分理想的だなといちいちま女性っていう別れ言葉つけなくてもいい、まあ、そこがまあゴールなのかなとは思いますけど。